メツナが母を救う場面メレンは古代インドの修行像であり、釈迦仏の十大弟子の一人である。正しくはメケンレンであるがメレンと呼ばれることが多い。メノムラジは原始仏教教,教団の長老の一人として十大弟子に列せられており、優れた人通力の使い手として人通第一と称された。釈迦の時期弟子中でもシャリホツと並ぶ二大弟子として活躍したことから、 マハーを関して、マハーモガラーナ、マカメ、ケンレン、レオ,オメケンレンなどとも記される。また、パーディ名は、テキストの移動によっては一部、モガラーナとも表記される。マガダ国のラージャが吐きた、氷ヤカムラのモガリアというバラモン女性の子で、元は、氷つたと言った。なお、ウラボン行では父を吉山氏し、母を、青大女というが、 これは中国において作成された儀教とされている。彼は、洋詞短霊で一切の学問に精通していた。幼い頃から、隣のナーラダ村のシャリホツと仲が良かったが、ある日、人々が遊びたあむれている姿を見て、演技の心を生じ出家を共に決意しあった。彼らは、当初、500人の青年たちを引き連れて六死下道の一人、会議論者、サンジャヤ・ベーラッキ・プッタに、 弟子入りしたが満足せず、もし満足する死が見つかれば、共に入門しようと誓い合った。後に、シャリホツがアッサジビクに出会い、釈迦とその利法の一端を知ると、メレンにも知らせて、共に三者屋の下を去り、二百五十人の弟子を引き連れて、竹林少女に至り釈迦の弟子となった。メノムラジは後に昇華を得て、教団の長老の一人として各地に赴き釈迦の教家を扶助した。 彼は、人通力によって、釈迦の説法を邪魔する鬼神や竜を降伏させたり、異端者や下道を追放したため、多く、恨みを買ったこともあり、逆に迫害されることも多く、特に六死下道の一つジャイナー教徒から、よく迫害されたという。釈迦教団の長老の一人であった、デーバだったので弟子たちに暗殺されかかったとも言われている。また釈迦族を殲滅戦とした、 コウサラ国のビドゥーダバ王の軍隊を人数力をもって撃退しようとして、釈迦から制止されたりしたこともあった。伝説では、釈迦の涅槃に、センダッテ城アシノニデがまず涅槃するのは、賛成書物の情報と言われる。また、アビクモリ八県ドロン巻28には、メレントシャリホツが釈迦に先んじて滅ぼしたのは、釈迦の説法が正しいことを証明するために、 成物の実装を示したと解かれているが、彼の臨重の模様については、以下の通り。シャリホツとメレンは、釈迦が、ネハンセンとするのを知り、ナツザキョウテまさに、ネハンとす。この時メレンは、羅ツ城に入って行骨した。下道であるシューツエボン氏は彼を見て、これは、シャモンクドンの弟子だ。彼の弟子中でもメレンの上に出る者はいない。我らが共に囲んで撃ち殺そうと言った。 諸の盆子ともに囲って、これを打ち捨てて乱尽くしくのをはだしく、このジメレンは、人通で脱死に四商者に帰りシャリホツのところへ、至った。シャリホツは、世孫第一の人通の弟子であるのに、なぜ人通をもって避けなかったのかと問うと、我が宿号は、極めて重く、我れ神の字において、小奥府とあたわず、いわんや通を発せんや我れ極めて頭痛を患う。 来たって、何時に辞して、発言判を取ると言った。シャリホツは、何時、今少し止まれ、我まさにまず滅度を取るべしと言った。シャリホツは、釈迦のところへ至り辞して、去って本性どころに至り説法して、滅度を取った。釈迦教団の外語者であった、アジャータ・シャトル王は、滅名が、シューツ術へ凡子に打ちのめされ、品種となっているのを聞き、極めて真意して大臣に、 かの下道を探索して、これを焼き殺せと命じた。目の村寺はこれを知ると、尊命違いがたく、もし捉えればただし、国をいでしむべし。メレンの弟子であったアッサジとプナッバスの二人が、思想であるメッツナが撲殺されたのを聞いて、憤怒に耐えず、大力によってシューツへボン氏を捕らえて殺した。後にあるビクが、釈迦に、この件について、 聖者メレンは何の号があって下道にその身を粉砕せられたのかと、とうと、釈迦は、木蓮はかつて過去世に、バラモンのことなり、夫人を陰出して、母に孝行しなかった。ある日、母に怒り、悪号を発す、いわくいかんぞ有力の人を得てかの身なりを歌うと、この悪語によって五百世の中において、まさに打祭せられ、今日衝動を終して、人数第一になったが、 なおもこの無いを受けたのだと説明した。また他の説では、彼は、過去世において、平魔だった時に、しばしば高老孫仏の上主の弟子であった、広尊者をもて遊び、小児に変化して大勢で、彼の頭を打ち血を流させたことで地獄に出した。その宿号によって、現世では、釈迦仏の上主となり、下道によって撲殺された。下記に記す裏本の逸話により、 メレンが日本におけるお盆及び盆踊りなどの行事の創始者として受け取られている。メレンがある日、先に亡くなった実母である青大女が天上界に生まれ変わっているかを確認すべく、母の居場所を天眼で観察したところ、青大女は天上界どころかが機械に出し地獄のような逆さ釣りのせめくにあっていた。驚いて、供物を捧げたところ供物は炎を上げて燃え尽きてしまい、 困り果てたメレンは釈迦に相談する。釈迦は、亡者救済の秘宝をメレンに伝授し、目の村地は教えに従って法を施すと、たちまちのうちに母親は、地獄から浮かび上がり、歓喜の舞を踊りながら昇天した。ありがとうございます。